皆様おはようございます。彼は続くよどこまでも全然さんということでね、本日もカレーになります。本日はですね、カレー豆腐丼ですね。カレー豆腐丼、これのね作り方をやっていきたいと思います。まずですね、作ったカレーですね、今お鍋でねグッツングッツン釣り肉とね、弱火で、温めている最中でございます。これにね、豆腐入れるだけでございます。それではね豆腐の方を投入していきたいと思います。はい、お豆腐の方ですね、さいの目に切ってございます。これをねバックンバックンと入れてくださいませ。俺大きい豆腐が好きなんだよなってことはね、もう半丁でも一丁でもね、丸ごと入れていただいて結構でございます。はい、お豆腐の方はですね、カレーの中でいい感じでね、グッツングッツンツリリンパとね、なってまいりました。そしてここへですね、お豆腐からちょっとね多分水が出てしまうので、カレーの補強剤としてね赤缶です。赤缶をねパッコンパッコンとね、3振りぐらい、入れてくださいませ。まあ、好きな方はね、俺スパイシーなの好きだよって方はね、もう1缶2缶3缶とね、ガッツンガッツンツリリンインとね入れていただいて結構でございます。したらね、お玉でかき混ぜないでね、こう鍋を振るような感じでねお豆腐が崩れないように、かき混ぜてください。そうしましたらあとは蓋をしてね、もうお豆腐が熱々になるのを待ちたいと思います。カレー豆腐のねお豆腐の方がだいぶ熱々になった頃だとございます。そして最後にね、マンピーですね、マンピーを少しね、入れてください。まあ、好きな方は1個2個3個4個とね、もうお好きなだけ入れちゃってください。そしてね、マンピーはほぼ生で食べますのでね、ちょこちょこちょこっとかき混ぜて、仕上がりでございます。最初からねピーマン入れてしまいます。まあ、好きな方はまあねその味うめえなと思うかもしれませんが、カレーじゃなくてねもうピーマンの味になっちゃうんですね。ですから火を止める寸前にね、ピーマン、入れてこのシャキシャキ感もね一緒に味わいたいと思います。それではね丼の方に移していきたいと思います。ここでね必ず火は止めてくださいませ。ガンガンガガンガン。はい、丼の方にね白名刺、用意してございます。ここにねカレー豆腐ですね、かけましたが、もうケムケムで前がよく見えません。はい、非常にうまそうでございます。そしてね最終段階仕上げでございます。この丼の、ね、真ん中にちょこちょこっとね穴を開けてくださいませ。そしてこちらです、卵の黄身ですね、黄身をほとんど静かに。はい、これで完成でございます。それではねテーブルの方に運んで食していきたいと思います。テーブルですね、カレー豆腐丼ですね、カレー豆腐丼が運んでまいりました。それからねいただいてみたいと思います。そうですね、もうこれ召し上がる時気をつけてください。もう必ずねお口の中でやるもうやけどしますのでね、ではいただきます。レモンス、お熱い熱いプルプルうまいですね。で昨日はお休みでね、今日は仕事です。なんでこの休みの日焼けっていうのはねこういまいちやる気が出ないというか頭がボンクラというかね、毎回毎回困ってしまいます。いただきます。そしてそういう時のね頭のボンクラを吹き飛ばすためにもね、このスパイシーなね、カレー豆腐のね、タンパク質の栄養価もね激しいですし、いろいろスパイスでもカプサイシンバリバリでね、体もいいし頭もスカッとね、跳ね上がるかもしれません。はい、それでは本日の最後までございます。まかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、カレー豆腐丼ですね、カレー豆腐丼の作り方、動画にしてみました。このまたね、黄身を崩したところのこのカレー丼、いただきます。うまいうまい。そしてピーマンのね、シャキシャキ感も最高でございます。それでは失礼いたします。うまいです。カレー豆腐丼、最高。